はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の死守シリーズ第81弾やっていきましょう。で、今回ですね、81回ということで、ちょっと記念会です。なぜなら配置だからです。81がね。なので、いつもは効率入試の実際の過去問をメインで使ってるんですけど、今回だけはすいません。私が全部8問作らせてもらいました。自作の問題になります。で、難易度は死守に合わせてあります。 ちょっとだけいつもより難しくしてるところもあるんですが、まあ、気にせずね、ぜひいつも通り動画を止めて時間を計ってチャレンジしてみてください。で、やってもらってね、わかんなかったり不安なところがある方はぜひ自分のね、今から説明する解説聞いてもらえたらと思います。では、早速ね、まず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。よっしゃ、画面下げましょう。お待ちください。よっ。よっ。 これ自分で自作して、一応チェックはしたんですけど、あの答え間違ってたら言ってください。ひどかったら取り直し,しますからね。もしかしたらあの、なんだ概要欄とかで修正入ってるかもしれないですけど。であのもし、今回の問題、なんで私が自作したのか、どこにこだわりがあるのかっていうのが分かった方は、あのコメント欄に書いていただけると、私の努力が報われますので、よろしくお願いします。では、まず1番。81÷ カッコマイナス3マイナスカッコマイナス11と。 いうことで、まあ、割り算と引き算ですからね。どっちが先と言われたら割り算が先です。つまり、この81割、えー、ま、カッコマイナス3を先にやりましょう。プラスとマイナスの割り算なんで、ここはマイナスです。答えは。で、81割る3をやると、えー、27ですね。この部分は、赤の部分はマイナス27になります。で、あとは後ろ。ここはマイナスマイナスになっているので、プラスに変えて符号を変えます。つまり、プラス11。だから、 マイナス27、プラス11になって、答えがマイナス16と。まあ、こんな感じでやっていきましょう。で、2番。で、この、えー、因数分解ですね。これ、ま、有名な問題で、もう見た目でインパクトがあります。どこにインパクトがあるかっていうと、あれカッコの中身同じじゃんっていうね。ここね。もうこれが目印です。で、ちなみにこれは、こいつを展開して、 これを分配法則して、全部、結構長い式になっちゃうんだけど、それをギュってまとめるじゃん。まとめた後に因数分解でも解けます。それでもいいです、もちろん。いいんですけど、もう一個のやり方も覚えておいてください。どうするかっていうと、ここ、同じなんだよね。だから、違う文字で置きます。この部分を。よく使うのは、Large X って言って、まあ、大文字の X をこうやって置くことが多いんですけど、こうやって置くと、ここは Large X の2乗ですよね。つまり、 ラージ X の2乗をマイナス 18X プラス81とこうなるんです。で、こうすると、まあラージ X はね、普段使ってないから違和感はあるでしょうけど、因数分解が使えます。で、これは因数分解すると、ここが9の2乗だし、これが9に2をかけたものになっているので、ラージ X マイナス9の2乗とこうなる。これ公式使っただけね。 で、よくやっちゃうのが、これを答えに書いちゃう子がいます。これダメだからね。なぜかっていうと、自分で勝手に置いた文字を使って答え書けば、もちろんそれは丸になりません。なので最後に何をやるかっていうと、今、large x は、まあ、そこで小文字の x, small x って言うんですけど、small x-2。こいつを置きましたよね。だから戻せばいいんです、ここに。small x-2 を戻すと、small x マイナスにマイナス9になるから、マイナス11になります。で、閉じて2乗って、こう変わるよね。で、これだったら OK。で、これで因数分解完了です。で、自分のおすすめは、最初に言ったみたいに全部展開してやる形も OK だし、で、このやり方も OK で、二通りあればさ実家、実際にみんながね、模試とか受験本番でこれ出てきた時に、俺だったらよ。俺だったらまずこっちでやります。 ラージ X バージョン。で、解いて、一周してきて、もう一回戻ってくるじゃん。戻ってきた時に、あえて2回目は違うやり方をするんです。さっき言った全部展開してまとめてみるっていう。これは数学の、えっと、ケアレスミスを減らす方法って結構有効なやり方で、解き方とかアプローチが2種類思いついた場合は、1回目と見直しの2回目を違うやり方でやるっていう。あえて違うやり方でやることによって、それが一致したらさ、 これは正解っていう確率がぐんと上がるじゃないですか。それをやるといいです。だから今回ね、全部展開した方もこのやり方覚えてください。この Large X を置き換えた方は、えっ、ー、と、全部を展開するっていうので見直しができるっていうのも覚えておいていただけるといいかと思います。では3番、連立でございます。まぁ、あ、ちょっとでっかい数なんですが、まあ X と Y が揃ってないんでね、どっちかを揃えに行きたいと。まあ X を揃えた方が楽ですね。3と2。なので、6に揃えていきましょう。つまり、 上を二倍、下を三倍していきます。上を二倍すると、六 x プラス二十二 y イコール二十六。全部に二をかけます。で下を全部三かけると、六 x マイナス九 y イコール五十七だね。で六六揃いましたのでこうする。でここは引き算にすることによって六引く六で x が消えるからね。 で、ここ20。えっと、引き算。自分がよくやるのは、引き算って置いてから足し算に書き換えます。書き換えた後に、下の式の符号を全部変えます。マイナス、プラス、マイナス。で、あと足し算すると、ここは消えるよね。で、22足す9だから、31y イコール、ここがマイナス31と。こうなる。だから、これ両辺31でギリ入る。割ると、 y イコールマイナス1と、こうなります。で、y が出てきたので、x の方に入れましょう。で、これは元々の式使ってくださいね。こっちの式じゃなくて。で、元々の式は、どっちかなこっちの方が楽かな下の方が。えっと、下の y のとこにマイナス1を代入します。そうすると、ちょっとこっち行くね。2x はそのまんま、2x マイナス3かけるマイナス1だから、プラス3になります。で、イコール19。 3をこっちに持ってくると 2x イコール16になる。だから両辺2で割って x が8になるから x イコール8。つまり x は8で y がマイナス1と。こうなります。いいかな。で、いつも言うけど連立方程式はラッキー問題です。実際出てきたら。なぜかっていうとこれが合ってるかどうかのチェックができるから。問題解いてるときに。どうやるかっていうと出てきた答えの x と y を上の式。 下の式にそれぞれ代入します。例えば上の式に代入しましょう。x に3を入れると、3パ、24。y のとこにマイナス1を入れると、マイナス11になります。で、右側13のまま。そうすると、ちょっちゃいてごめんね。24-11をすると、これは13になります。つまり、左辺と右辺が同じ数字になる。それが上の式にも下の式にもできて、ちゃんと左辺、右辺が同じになったら、あなたの解いた答えは絶対に正解になります。 これも時間がね、まあ、時間配分によりますけれども、えっ、ー、と、確認ができるんで、ぜひ試験の時にやる癖をつけておきましょう。さあ、4番、えー、等式変形といわれる式の変形です。今、この式があるので、y について解きなさい。y について解きなさいっていうのは、y イコールホニャララにしなさいと、これがゴールです。いいかな。だから、y がついているマイナス 8y だけを左に残して、あと右に持っていきましょう。こいつね。持っていくと、マイナス 8y イコール、えマイナス 311x プラス1とこうなります。で、これは個人的な思いなんですけど、この等式変形が苦手意識がある方は、まずね、まず左側、左辺をいきなりマイナス8で処理するんじゃなくて、マイナスを処理してください。マイナスが邪魔です。こいつがミスを誘うから。だから全体にマイナス1をかけて y、8y で全部符号変わります。 ここもプラスに変わるし、ここもマイナスに変わる。で、この処理をしてからのがミスが減る。で、あと8邪魔だよね。だから全体を8で割ればいいので、えっ、ー、と、どこにしよっかな。ここでいっか。y イコール、もうこれはね、8で割るときはこうやってやっちゃってください。311x-1 とこれで OK です。もちろん8分の 311x マイナス8分の1って分けて書いてももちろん OK だよ。 いいかなまとめて割るときはこうやって、分母にボーンって持ってっちゃえばいけますので。ただ、一個だけ気をつけなきゃいけないのが、例えば、ボーンって割った後に、じゃあ、y イコール2分の 4x プラス6とか、こんな感じになったとします。2で割ったときに。これはこのままにしたら罰です。なぜかっていうと、俺がよく同時約分っていう言葉を使うんですが、こことこことここは一気に同時に約分ができます。逆に言うと、こことここだけ約分とかできません。 いいですか全部。同時に全部約分するなら OK。これ2で割れますよね、全部。2で割れるから、ここは1で消えますけど、2x プラス3になるので y、y イコールは 2x プラス3です。約分が、同時約分ができるのに、残しておくとバスです、これは。だから、それだけ気をつけて。これはまあできないからいいんだけど。いいかなでは、5番ですね。あの、解説の幅がめちゃめちゃ狭い。一瞬で割ります。一瞬で割るんですけど、 えー、み、ミスが出るというか、まあ、忘れやすいですね。この絶対値がほにゃららって問題。え、絶対値が、今回は81。いいですか絶対値が81の問題を答えたいんですけど、例えば皆さん、一問例題です。絶対値が3になる数字 ?3 になる数はいくつでしょうかわかりますこれ答えは3とマイナス3なんですよで。これどうやるかっていうと、もう絶対値の意味を覚えましょう。絶対値。こいつは何ですかシンプルに言うと、 ゼロからの距離です。いいっすかこいつ、もうこのね、あの、自己紹介覚えて。ゼロからの、ちょっとカタカナ使うよ。ゼロからの距離って覚えてください。つまり何が言いたいかっていうと、数直線があります。0、1、2、3、マイナス1、マイナス2、マイナス3と。ね。で、ゼロからの距離が、絶対値が3っていうのは、ゼロからの距離が3のとこです。つまり、ゼロから3離れたとこはどこすかって聞いてる。 0から3離れてるのは、1、2、3だからこいつだよね。3離れてる。で、こっちも3離れてるよね。1、2、3。つまり距離は3離れてるから、こいつも0からの距離が3になります。だから、3とマイナス3になる。まあもちろん、絶対値がほにゃららっていうのは、そのね、出てきた数字に、まあプラスとマイナスで分ければ書けば丸もらえるんよ。つまり絶対値が5。いい、5。 この数字はって言われたら5とマイナス5です。それで OK です。だけど、ちゃんと意味も覚えてください。絶対値が何者なのかっていう、この子の自己紹介は覚えてあげて。で、今回戻すと絶対値が81なんです。だから答えは81とマイナス81。ちょっと数直線書く元気はないので、この。書かないけど、0から81離れてるのはもちろんプラス81とこっちのマイナス81だよね。これで終了。 さあ、あと3問だね。行きましょう。6番。えっと、角度の問題。まあ、これは有名な平行な線ね。L と M が平行です。2個平行な線があって、カクンって折れてるやつ。まあ、これは超有名問題なので覚えてください。今回は求めたいのは真ん中のここです。X。で、これは2パターン解き方があって、補助線を1本伸ばして、こっちに三角形を作る。ま、あこっちに三角形作ってもいいんだけど、三角形を作るバージョンで解く方と、真ん中に線を書く。こうやってね。 邪菌って切るパターンの方がいます。で、これはまあどっちでもいいんですが、自分ちょっとこっちのが好きなので、今回はこっちで紹介させてください。で、これを、えー、と使うときは、錯覚を使います。錯覚。あの、中二かなでやったときの同位角錯覚ってやつです。で、この錯覚は、錯覚の Z っていう言葉を覚えてください。ちょっとは書きましょう。まあ、さあの、近くで今工事をしてるんで、工事のドリル音入ってるかもなんだけど、ごめんね。 錯覚の Z、もしくは錯覚の逆 Z っていう。って自分言うんですけど、錯覚の Z と逆 Z は覚えてで。どういうことかっていうと、例えばここ、平行な線があるからさ、ここに Z ができますよね。Z。こうやって。これの尖ってるこことここが錯覚の関係であります。錯覚の Z っていう。で、その部分が同じ角度なんです。同じになる。 で、今回問題で、ここ81度って書いてあったよね。ってことは、この上のこの部分も81度になりますと。これは錯覚の Z。じゃあ、逆 Z は何かっていうと、下の部分見るとさ、錯覚の逆の Z。Z と逆向きね。ができてると。で、この逆 Z の尖ってる部分も錯覚の関係になって、しかも平行な線の時は同じ角度になると。 つまり、この尖ってる場所は同じ。でも、ここ分かってないんだよね。でも、分かります。なぜかっていうと、今、ここが、147と書いてあります。147。この直線の上に乗ってて、147のお隣さん。ね、お隣さんの角度は、180から引けばいいんだよね。つまり180、180引く147をすればいい、ここは。つまり、33度。 ってことは、この錯覚の逆 Z だから、こことここは同じ角度だから、ここも33度になりますと。ほら、集まってきたじゃんってことで、上の81度、下の33度を足してあげればいいので、答えとしては、114度か。合ってる合ってね。答えは114度と。これで終了となります。で、あと2問ね、7番いきましょう。 で7番はね、えっと、座標が3つ書いてあります。これね、3つ。書いてあって、こいつらが一直線上にある。つまり、同じ直線です。1本の直線の上にこの子たちが乗ってますよっていう。まあ、これも有名な問題なんですが、これどうやってやるかっていうと、まず、1個だけが文字が入ってんのね。この子は後回しです。お前ちょっと待っとけと。ね。で、文字が入ってない子が必ず2人います。こういう問題は。ここです。この子から、 この直線の式を求めます。ね、直線の式を求めちゃえばいい。で、求め方は、直線っていうのは、y イコール ax プラス b です。でね、一次関数でやったやつ、y イコール ax プラス b と置きます。で、えっと、傾きを求めてから切片でもいいんですが、えっと、苦手な方は連立方程式。ここでやったね。連立でやるといいです。で、どうやるかっていうと、x、これ座標は左が x 右が y だよ。x, y ね。だから x, y を代入するんです。 y のとこに -11 イコール x のとこに -3 だから -3 a プラス b と。いいかいこの座標を今代入しました。同じことをもう一回やります。2と9を代入するんです。そうすると y のとこに9、x のとこに2ってことで、こうなります。よく使うのは x と y の連立方程式なんですけど、ここは a と b の連立方程式です。で、あ解きます。 で、この問題の直線求めるときの連立が楽な理由があって、絶対 B が揃ってくれます。だから、引き算をかけると、こうやってね、引き算をすると必ず消える。で、引き算はね、さっきのやり方にすると、足し算に変えて、下の符号が全部変わります。こうなる。で、足すとさ、ここはマイナス20イコールマイナス 5A。で、B は消えるからね。で、これは両辺をマイナス5で割ると、A イコール4となります。 で、これ結構自然に使ってるんですけど、あの、移行ってあるじゃんイ。イコールをさ、超えてこう、映るやつ。で、移行する時って符号変わるでしょ右にあった子がさ、プラスだったら左に飛ぶとマイナスに変わるみたいなのやるじゃんか。だけど、このね、等式って言ってイコールが入ってる時右側にある右辺のものと左辺のものを全部丸々入れ替えるんだったら別に符号変えなくてもいいからね。だからこれ例えばこうなって右に文字が入ってるから丸々入れ替えて、 今、マイナス 5a イコールマイナス20って。右のものと左のものを丸々入れ替えるのは全然 OK だから。これここだけじゃなくて普通に使えるので、ぜひ覚えておいて。で、両辺マイナス5で割ったら4になったよっていう感じ。今は。いいかな。で、a が出ました。で、a を戻します。どっちに戻そっかな。上に戻そっか。上に戻すと、マイナス11、書いていいマイナス11イコール、a に4だからここがマイナス12プラス b になります。 で、これは、マイナス12こっち持ってこようか。そうすると、プラス12低い、マイナス11だから1イコール B になるから、B イコール1となりました。A と B 出ましたね。で、A と B が出たので、何が分かったかっていうと、ここに戻してあげると、Y イコール 4X プラス1と、式が分かったんです。直線の式がこいつだったよって。で、分かったら、い、分かったら、 最後に残ってたこの子、文字が入ってる座標を、X のとこに K、Y のとこに81を代入してあげると、81イコール 4K プラス1とこうなります。X のとこに K、Y のとこに81を代入したんです。なぜかっていうと、これはカーブしてる。二次関数でもそうだし、一次関数、直線でもそうなんですけど、その線の上、関数の上に、 座標が乗ってる時は代入して OK なんです。だってこれ全部一直線上って言ってるから、この子の直線の上にこの子乗ってますよって言ってるから。だから代入して OK。で、あとはもう整理して、4K イコール80になるから、ちょっと下行っちゃおうか。K イコール20と。これで終了となります。 はい。ということで、じゃあラストね、ボスが来ました。まあ、これはちょっと難しいのを作ってますが、えー、ぜひね、割引をちょっとクリアしてほしい。特に3割引とかの方ね。で、今回は、定価が8000、8100円のパーカーがね、A 割引で売ってたんです。A 割引。で、売ってて、しかも、それ買おうってレジに持ってったら、おなんか今キャンペーンなんで500円引きです、みたいな。だから、最初、A 割引されたものから500円引かれたんですよ。もうお得ね。 で、それを買ったら、えっと、それがいくらだったかを A をもっと使って求めなさいっていう問題。で、これに関してはもうこれができるかどうか。まず1000円の3割引から行きましょう、皆さん。これいけますかもしね、ちょっと割引苦手な方は一回動画止めてチャレンジしてほしい。ってぐらいに大事、割引は。できた方がいい。で、これどうやるかっていうと、ちゃんとね、式を書くと、元々の1000円、こいつに、10分の7をかけます。これで求まる。 って言われてもね、苦手な方は何してるんだって話だと思うので、まずですね、割引、えっと、何割 ?1 割、2割、3割っていう割、こいつを使うときっていうのは、式で使うときは必ず10分のほにゃららで使うと覚えてください。前違う動画でパーセントがありました。例えば40%引きみたいな。で、パーセントは下が100分のをつけることで式で使えます。 一回パーセント。なぜかっていうと、パーセントってマックスっていうか、基準が100%って1なんですよ。あ、1が100%なの。基準がね。100%はちょうどさ、コップ一杯に入ってるイメージなんじゃ。だからそこが基準になります。だから100分ので使う。で、割っていうのは、10割。いいかい ?10 割っていう10っていう数字でコップ一杯分フルになるんです。だから基準が10割なので、10分ので使っていきます。 で、今回なんで7を使ってるかっていうと、さっき言ったように基準、フルでね、コップいっぱいに入ってるのは10なんですよ。割の場合は。で、そっから3割引いてるので、10入ってるところから3引いてくれたイメージ。いいかい ?10 入ってるところから3減ったんです。ってことは10-3だから残ったのは7だよね。つまり、3割引きっていうのは、1000円の7割分払ってねって。 10あったのから3減った7割分の値段にしましたよって。つまり、ちゃんと書くと、ここは10から3を引いたものですよねって。いっぱいが10だから。で、その式になりました。で、これがちゃんとわかると、A 割引きもいけます。どうやるかっていうと、もともと1000円は使うよ。1000円。かける。で、割を使ってるから10分のも変わらない。で、A 割。だから、 もともと一杯は10ですよね。そっから永遠を,を引くから永遠を引けばいいんですよね。って。これが永遠割引。つまり文字を使った割引の置き方になります。いい。これが分かればもう解ける。どうやるかっていうと、ここがもともと8100円でしたよね。つまりここから行きましょう。8100円かける、え、今度は問題永遠割引だよね。だから、10分の 割引だから10から A を引けばいいと。これが A 割りした値段ね。で、これどうやってやるかっていうと、ま、この10ね、割っちゃいましょう。10で割ると、ま、0一個取っちゃえばいいか。つまり810かける、この子。で、この子は分数から落ちてくるよね。こう1になって分数なくなるから。落ちてきた時は絶対カッコをつけるって覚えてね。これ忘れないように。カッコをつけるからこうなります。で、810配ってあげると、もう一回8100。 マイナス 810A となります。だから普通に A 割引のものを書きなさいだったら今回これで正解です。ですけどちょっと待っててくれと。なんとキャンペーンがある。今回はレジに行った時に500円また引いてくれたので、こっから500ね、キャンペーン分をまた値段を引きましょうと。そうすると8100マイナス500が計算できるので、7600マイナス8 0 a 610a と今回はこれが正解となりますといいかなこんな感じで是非やってみてくださいミスがないことを願うんですがもしやったら、えー、ちょっと概要欄とかコメント欄チェックしてみてくださいはいという感じで、えー、今回はね8問、えー、自分がハイチがね作った問題をやらせていただきましたちょっとでもねなんか 楽しんでくれたら嬉しいなと思いながら作ったので、もしよかったらね、ちょっとまあ、レベルも若干難しくしてあるので、わかんなかった問題とか、なんか不安な問題があったらしっかり反復してくださいね。繰り返しやってもらって、で、本当に受験に、あの数字はね、ちょっと大きいけど、受験に出るのがあり得る問題をたくさん持ってきましたんで、ぜひぜひあのみんなの受験勉強に活かしてもらえたらと思います。 では、えー、今回はここまでお付き合いいただきありがとうございました。で、次回の82回からは普通にね、受験問題の過去もまたやっていきますので、ぜひそっちも見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。